今年の漢字が発表される京都、清水寺今年の漢字は、漢字一字を選びその年の世相を表す字であるとして、決定、公表する日本漢字能力検定協会のキャンペーンである。1995年から開始し、原則として毎年12月12日に発表している。財団法人日本漢字能力検定協会が、その年をイメージする漢字一字の公募。 日本全国より行い、その中で最も応募数の多かった漢字一字を、その年の世相を表す漢字として、原則としては12月12日の漢字の日の午後に、京都府京都市東山区の清水寺で発表することになっているが、必ずしもその日に発表されるとは限らない。選ばれた漢字を今年の漢字と呼ぶ。各メディアでも今年の漢字の故障が用いられる。 1995年に始まった。発表時には、清水寺の奥の院部隊にて、日本漢字能力検定協会の理事も務めていた、清水寺漢字の森正藩により、巨大な和紙に漢字一字が記号される。その後12月いっぱいまで本堂で、一般公開された後、本尊の千獣漢字音菩薩に奉納される。第一生命保険のサラリーマン川流。 住友生命保険の創作4時熟語、自由国民社の有ーキャン新語、流行語対象、東洋大学の東洋大学現代、学生100人一種と並んで、その年の日本の世相を反映する、一つの指標として使われている。2009年は、いわゆる、関係協会事件が発生し、同協会の理事長とその息子の副理事長が、同役職を辞任、その後逮捕される。 不祥事が起こったことから森は教会理事を辞任し今年の漢字企画への協力も拒否する可能性を示唆したが新体制の発足に伴って姿勢を軟化させ同年も前例通りに清水寺で森による記号が行われた発表の瞬間は民間放送の情報ワイドショー番組などで中継することが多いまた近年では発表直前の12月上旬に 一部のニュース番組やワイドショーなどのマスメディアにおいて当年のニュース解雇を兼ねて今年の漢字の予想を行ったり当年話題になった芸能人や著名人に対しその人にとっての今年の漢字がインタビューされることが恒例になりつつある。なお今年の漢字は日本漢字能力検定協会によって商標登録されている。日本以外の漢字文化圏においても 漢字の特性に基づく興味深い行事として広がりつつある。ありがとうございます。